この動画では急性膵炎の合併症のうち液体潮流について説明していきます。急性膵炎後には様々な合併症があり、そのような合併症について知っておくことは大切です。今回の動画では膵や膵周囲に液体潮流が生じ、時間が経過すると皮膚化される液体潮流について説明していきます。動画の目標としては、急性膵炎後の液体潮流の病態について理解すること、液体潮流の用語の定義について整理すること、典型的な画像所見を理解することを目標にお話ししていきます。キーワードについては、これらのキーワードについて詳しく説明していますので、これらのキーワードに興味がある方は、ぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それではまず症例から見ていきたいと思います。60歳男性の方で、CT で膵尾部に単房性の嚢胞性病変が見受けられ、造影 CT では被膜構造のような部分が造影され、内部の液体は造影されていません。MRI を見てみると、 T2 強調画像では高信号ですが、 T1 強調画像では脳脊髄液などの衝液性の液体よりは高信号となっており、出血や粘液などの高タンパクな液体が予想されます。この方は過去に急性膵炎を繰り返しており、その既往歴から急性膵炎後の下嚢嚢胞と診断されました。今回はこのような急性膵炎後の液体潮流について見ていきたいと思います。急性膵炎後の膵もしくは膵周囲液体潮流の分類についてまとめます。急性膵炎発症後に膵や膵周囲に液体が貯留する可能性があります。改訂アトランタ分類では、間質性不正膵炎後もしくは壊死性膵炎後なのか、そして発症後4週までなのか4週以降なのかによって4つに分類されています。膵もしくは膵周囲組織の急性炎症で、組織壊死はない間質性不正膵炎後で、発症後4週までの液体貯留を急性膵周囲液体貯留 APFC、4週以降を膵下嚢嚢胞パンクレティックシュードシスト、膵実質およびあるいは膵周囲組織壊死を伴った炎症である壊死性膵炎後で4週までを急性壊死性貯留 ANC、 4週以降を皮膚科壊死ウォールドーフネクローシス WON もしくは WON と言います。間質性不正膵炎後の液体貯留では均一な液体が貯留されますが、壊死性膵炎後の液体貯留では壊死物質や出血、脂肪球など不均一な物質が貯留する特徴があります。早期には内容物は皮膚化されず境界不明瞭ですが、時間が経過すると内容物が皮膚化されるという画像的な特徴があります。今回はこのような4つの分類に基づいてそれぞれの画像診断について詳しく見ていきたいと思います。それではまず、間質性不正膵炎による液体潮流について見ていきたいと思います。55歳男性の方の症例で、膵周囲に炎症や浸出液による脂肪式の上昇が見受けられますが、造影不良域はなく、間質性不正膵炎と判断できます。こちらの膵周囲の炎症の浸出液による液体ですけれども、まだ早期であり、皮膚化されておらず、境界が不明瞭です。よく見る典型的な急性膵炎の症例だと思いますけれども、こちらが間質性不正膵炎後の急性膵周囲液体潮流 APFC の症例となります。APFC、アキュートペリパンクラティックフルイドコレクション、急性膵周囲液体潮流は、間質性不正膵炎後に、膵周囲筋膜層に限局した液体潮流のことを言います。定義上は発症後4週以内で均一な液体濃度、そして液体周囲に明確な被膜がないため境界不明瞭になる特徴があります。続いて最初の症例に戻りますが、急性膵周囲液体貯留に関しては急性膵炎後あまり時間が経っていないため皮膚化されていませんが、急性膵炎後に時間が経つとこのような被膜構造を持ち、内容物が皮膚化されます。被膜には造影効果があり、内部の液体に造影効果はありません。最初に説明したように、 T1 強調画像でやや高信号ということで、出血や粘液などの高タンパクな液体が予想されます。こちらが膵下嚢嚢胞の症例となります。もう一症例、別の症例を見ていきたいと思います。
55歳男性で、間質性不正水炎後の方の症例です。造影 CT で、水口部に単胞性の脳包性病変があり、内部は T2 強調画像で高信号、T1 強調画像では脳脊髄液と同じかやや高信号にも見えます。こちらの症例は水火星脳包の症例ですが、MRCP を見てみると、元画像を丁寧にたどってみると、この脳包性病変と水管との間に連続性が確認できました。水の脳包性疾患には多数の鑑別があり、鑑別が難しい場合がありますが、このような水管との連続性がある症例というのは少なく、IPMN や水火星脳包など一部の症例に限られるため、水脳包性疾患の鑑別において水管との連続性は非常に重要です。このような水管との連続性を確認する際には、MRCP の MIP 画像だけではなく、元画像を丁寧にたどることが重要であるということと、水火星脳包は水管と連続がある場合があるということを知っておくことが非常に重要になってくると思います。水火星脳包 PPC パンクレティックシュードシストは、間質性不正水炎後4週以降に内部構造が非方化された潮流のことを言います。内部は比較的均一で、内部が衝撃成分に近い場合には T2 強調画像で高信号、T1 強調画像で低信号となり、出血や粘液などの高タンパクな内容物を含む場合には T2 強調画像でやや高信号、T1 強調画像でもやや高信号となります。信号は、例えば脳脊髄液や病変のない膀胱、胆のうなどの水成分と比較するということが大切になっていきます。境界明瞭で被膜構造が造影され、主水管との交通の可能性があり 70% 程度と報告されています。他の水脳包性疾患との鑑別のため、急性水炎や慢性水炎の臨床経過をしっかりと聞き取ることが大切になってきます。感染を伴うことがあり、感染を伴った場合は内部の拡散低下が見られ、拡散強調画像が有用となります。感染については後で詳しく見ていきたいと思います。間質性不正水炎後の液体貯留について、病態と臨床についてまとめます。病態としては、急性水炎及び慢性水炎の合併症で、早期は水炎による浸出液の広がりがあります。通常は2から3週で吸収されますが、火星脳包は4から6週かけて発達します。よって定義は4週以降ということになっています。吸収されなかった液体が被膜に標化され、被膜は肉液組織、繊維組織でできており、上皮の欠如があります。繊維性被膜は造影効果がありますが、内容物は造影されません。早期は内容物が標化されず、境界不明瞭となりますが、時間が経過すると内容物が標化され、境界明瞭となります。部位としては、3分の2は膵臓もしくは、胃と膵臓の間の毛脳内にできます。膵体部及び膵尾部が 85%、膵頭部が 15% で、3分の1程度の症例は、脾臓、口腹膜、獣角、腎周囲、肝内などにも見られます。臨床としては、臨床症状は大きさに関連すると言われ、腹痛や背部痛、特に膵臓とは離れた部分に痛みが生じる放散痛が特徴的です。食事可能な圧を伴う腫瘍ができることがあり、出血を伴う場合はヘモグロビン、ヘマトクリット値が低下します。アルコールの摂取歴、急性膵炎の起用、アミラーゼやリパーゼの上昇をチェックする必要があります。若年もしくは中年成人に多く、男性の方が比率が高いです。経過は消失もしくは持続または増大のパターンがあり、増大した場合は隣接する腸管や胆管を圧迫する場合があります。破裂した場合は腹水や腹膜炎の原因となり、感染の可能性もあるため注意が必要です。感染については後のスライドで詳しく説明していきたいと思います。間質性不正水炎後の液体貯留の画像所見についてまとめます。発症後4週までの場合には、急性水周囲液体貯留となり、間質性不正水炎に伴う均一な液体濃度を示します。正常な水周囲筋膜層に限局し、明確な被膜が形成される前ですので、境界不明瞭となります。発症後4週以降には、水火星濃度となり、周囲との境界が明瞭で、通常は円形か卵円形となります。内部は均一な液体濃度で、S 成分は含みません。成熟するには、発症4週以上、必要とされ、被膜は造影されます。感染を伴う場合には内部に拡散低下が起こります。
ここで火星嚢胞という用語についての補足ですけれども、膵臓に生じた嚢胞には上皮細胞で覆われている嚢胞である膵新生嚢胞と、上皮細胞に覆われていない嚢胞である膵下性嚢胞の2つがあります。ここでも下性嚢胞という用語が使われていることに注意が必要です。新生嚢胞には先天性の新生嚢胞と後天性の新生嚢胞があります。そしてこちらの上皮細胞に覆われていない嚢胞という広い意味での下性嚢胞の中に膵炎後の嚢胞があり、その中に急性膵炎後の下性嚢胞が含まれています。よって下性嚢胞という用語を使うときには、急性膵炎後の嚢胞という狭い意味で用いているのか、上皮細胞に覆われていない嚢胞である膵下性嚢胞という用語で使っているのかについて文脈でしっかりと判断する必要があります。次の症例です。7歳男の子の小児でアミラーゼリパーゼ高致の症例です。初回の造影 CT で膵体部と膵尾部に造影不良液があり、壊死性膵炎の症例です。壊死した膵臓の周囲には液体潴留が見受けられ、初回から9日後にはその液体潴留の周囲に造影効果が徐々に出てきており、皮膚化しかかっていることが分かります。壊死性膵炎に伴う急性壊死性潴留アキュートネクローティックコレクションの症例です。ANC、アキュートネクローティックコレクションは、急性膵炎と訳され、壊死性膵炎後に発症し、壊死物質や液体が混ざった固体成分から構成される不均一な濃度を示す潴留で、発症後4週目までと定義されています。いろいろなものが混ざっていますので、基本的には不均一ですけれども、早期には均一なこともあります。発症後4週目までとそれほど時間は経っていないので、明確な被膜ができる時間はなく、境界不明瘍となります。液体潴留に関しては、膵内もしくは膵外に存在する特徴があります。次の症例です。78歳男性で、壊死性膵炎の経過で、単純 CT で膵尾部に液体潴留が見受けられます。こちらは均一な形の境界を持っており、造影 CT では被膜を思わせる部分に造影効果があります。液潴留の内部には脂肪壊死を思わせるような CT 値が低い物質が混在しており、壊死潴留物と考えられます。液潴留物の正常評価のため MRI が施行され、脂肪抑制の T2 強調画像、T1 強調画像、脂肪抑制の T1 強調画像、核酸強調画像、いずれも内部が不均一となっています。特に T1 強調画像では内部に点状の高信号域があり、出血性脂肪壊死を反映しているものと思われます。核酸強調画像でも内部が不均一で、小液性のサラサラした液体ではなく、ドロドロとした汚い液体であることが予想されます。その液体が造影 CT で見たように造影される被膜で皮膚化されているということで、壊死性膵炎後の皮膚化壊死、ウォールドルフネクローシスと診断されました。皮膚化壊死、ウォールドルフネクローシス、ウォンは壊死組織が皮膜で包まれた状態で、壊死性膵炎後4週以降に発生します。境界明瞭な皮膜を有しますが、形状がいびつで、内部は液体、壊死物質および脂肪組織が混在し、 CT で不均一かつ水よりも高吸収となります。壊死物質は高頻度に出血を伴うため、 T1 強調画像で高信号になるのは非常に特徴的です。 T2 強調画像や核酸強調画像では壊死や出血、液体潴留の混在のため高信号と低信号が混在し、不均一な信号強度を呈します。被膜構造が明瞭に造影され、感染のリスクが非常に高いハイリスクな病態ということになります。もう一症例を見ていきたいと思います。86歳男性の方で、造影 CT では膵実質層および平行層で、膵体部から膵尾部にかけて造影不良域があり、典型的な壊死性膵炎の症例です。この方の発症1ヶ月後の CT ですけれども、膵実質は変わらず造影不良域がありますが、不均一な濃度の液体潴留があり、造影される皮膜で皮膚化されています。内部は単純 CT なので、脂肪組織を思わせるような低信号域があるのが特徴的です。さらにその翌日に MRI が施行され、 T2 強調画像および脂肪抑制の T2 強調画像で不均一な信号強度を呈する高信号があり、 T1 強調画像では出血性脂肪壊死を思わせるような高信号もあります。この方も先ほどの症例と同様に皮膚化壊死として矛盾しない所見と考えられます。
こちらの方ですけれども、経過観察の途中で血液検査で CRP と白血球数の上昇が確認され、単純 CT を施工してみると、駅貯留内にガス像を思わせるような低信号域が混在していました。こちらはガス産生菌による感染を示唆する所見となります。感染に関してですが、水位および水位周囲の貯留物への感染には十分注意を払う必要があります。感染はどの分類の液体貯留でも生じ得ますが、液性水銀に合併した貯留で頻度が高いです。感染の診断には臨床症状や血液検査所見の増悪および画像所見が有用であり、必ずしも病変部位の腺子吸引検体を用いた細菌学的検査を行う必要はないとされています。感染合併を行う画像所見は、紹介した通り液体貯留内のガスであり、ガス産生菌による感染合併は血性膵炎として知られています。MRI ではガスは全ての試験数で無信号を示しますが、少量のガスでは検出は容易ではないため、MRI に比べて CT がガス検出のにおいて勝ります。よって、急性液性貯留や非崩壊壊死に感染が疑われる場合には CT 検査を優先します。水周囲のガスを認めた場合には、壊死物質のガス産生菌の感染と腸管との瘘孔形成やステント留置後の変化などの鑑別が必要となり、こちらの症例は感染ですけれども、こちらは瘘孔結腸とつながっており、腸管との瘘孔の症例、こちらはステント留置後の症例ですけれども、いずれも液体内にガスが生じており、これらを鑑別することは非常に重要です。急性壊死性貯留や非崩壊壊死の治療方針ですが、保存的治療もしくはインターベンションの選択肢があります。インターベンションの選択肢としては、ドレナージや内視鏡的ネクロセクトミーがあり、ドレナージは初期治療として経費的もしくは内視鏡的にこのようなドレナージチューブを留置し廃液を行います。内視鏡的ネクロセクトミーは内視鏡的にこのようなスネアという器具を留置し、壊死物質を除去する方法です。ドレナージにネクロセクトミーを追加することで、臨床総効率は75から91%、偶発症発生率は26から33%、致命率は5.8から11%と言われています。また、ステップアップアプローチという方法があり、侵襲度や偶発症のリスクを考慮し、まずドレナージのみを行い、その後臨床経過から慎重に内視鏡的ネクロセクトミーの適用を判断する方法があります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は急性膵炎後の合併症として液体貯留についてまとめました。カイテイ・アタランタ分類のこちらの表が全てですけれども、間質性不正膵炎後なのか、壊死性膵炎後なのか、発症後4週までなのか、4週以降なのかによって4つに分かれました。画像診断的な鑑別ですけれども、液体信号が均一か不均一かを見ていきます。均一な場合には間質性不正膵炎後の APFC や PPC を示唆します。不均一な場合には壊死性膵炎後の ANC や WON を示唆します。皮膜の輪郭がいびつでないか、滑らかな場合には上の所見で、いびつな場合には下の所見を示唆します。また、こちらが特に重要ですが、出血性脂肪壊死の所見はないか、MRI の T1 強調画像の高信号というのが特に重要な所見でした。また、液体貯留内にガスがあった場合には、器質性膵炎の可能性があり、致死率が非常に高くなりますので重要な所見です。こちらは CT が非常に分かりやすく、 CT 検査が優先されたということが大事なポイントでした。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。